さあ本日も始まりましたスポーツグラデーション。この商品のアシストメインパーソナリティの三好誠です。この番組は今巷で話題の商品をトークでアシストしていくバラエティ番組です。皆さんよろしくお願いします。さあ今日ちょっとね、特別バージョンと言っても過言ではない商品が届いてるんで、その前にちょっと簡単に自己紹介お願いします。はい、山下智子です。渋谷で超もみサロンと、餃子の販売をしてます。よろしくお願いします。お願いします。では続いてどうぞ。はい、軽部ゆうきです。モデルのお仕事してます。よろしくお願いします。ではラストどうぞ。はい、前田智美です。美容家として女性コミュニティ運営してます。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はですね、ちょっとね、うちの会社が用意したものじゃなくて山下さんが持ってきてくれました、はい、ありがとうございます。お願いします。で、餃子もいい匂いがしてるんですよ。でこれ時間が今ね5時回っててちょうどお腹空いてるんで、もう早く食べたいんですけど、はい、ちょっと簡単にじゃあ説明してくださいよ、はい、誰が運営しててどんな出会いでどういう風になってそんな具体的にそうそう具体的に相手は何歳でみたいなところからも言ってほしいんですけど、いいですか、お願いします。はい、まあ、天津坊スイカというブランドでして、はい、大手中華料理店の天津専門35年の経験を持ち、中国料理日本大会優勝、中国料理世界大会銀賞など受賞している職人が皮からすべて手作りで作り、新鮮な食材にこだわり安心安全を徹底しております、うん、はい、特に一番のこだわりは北海道産の北の香りを使用していることです。え、北の香りって何なの？っていう小麦です、ね、あ、小麦ね、小麦ね、はい、はいはい、あの一般の小麦よりもタンパク質豊富で、うん、栄養価が高く香りがいいため、焼いた時にもちもちさと焼き目のパリッとさが皮だけでも食べたくなるスイカの一品です、うん、はい、老若男女すべての方に安心して食していただけるよう、一つ一つ誠心誠意努め作らせていただいています。特別な日やお祝い事、食卓に少し贅沢を、大切な人への贈り物など、ぜひ天津坊スイカにお任せくださいということで。なるほど、はい、もう説明より食べたいんですよ匂いがもういいんで、はい、ちょっとじゃあ軽部さんからお箸、うん、いいですか、お箸いいですか、はい、こちらの、はい、はい、お箸を、はい、どうぞどうぞ。え、私からいいですか。いいですよ。じゃあ早速、はい、まずかったらまずいって言いましょうね。わかりました。はい、もう忖度なしで、はい、その辺は忖度なしでいただきます。うまっ、うん、それうまいよね、もうだってこの匂いでまずい、まずいわけないわね。皮もちもちです。あ、そう、うん、あと具、なんでこれ、エビ、そう、エビニラ、エビニラっていう一番人気なんですって、うん、そうなんですよ。あの天津坊スイカは主に冷凍餃子を扱っていて、でメインはその餃子なんですけど、うん、あの餃子よりもはるかに人気が。でもさ、これは、そもそも今冷凍で販売してるけど、どっからお店とかあるんですか。店舗は構えてない。構えてないんや、うん、はい、基本的にホームページとインスタグラム、うん、で販売してる。販売してます。へ、冷凍ってことですか。そうです。なんでご自宅ではもう冷凍で届いて、うんうん、でそれをもうご自宅で焼いていただく。へ、エビがすごいです、はい、もうめちゃめちゃプリプリ、めちゃめちゃエビめちゃめちゃエビめちゃめちゃエビ、めちゃめちゃエビですか。美味しい。いただきます。うん、うん、めちゃめちゃエビなんですけど、めちゃめちゃエビやけど、今度は何が出てきました。具だくさん。おう、うん、その他のね、お肉とニラがけなのかなと思いきや、しいたけ的な、うんうんうん、入ってますよね。うんうんうん、うん、めちゃめちゃ美味しいです。あ、そう、うん、え、二人食べたの初めてですか。初めてです。あ、ちょっとじゃあ今後、はい、どうぞ。じゃあいただきます。いただいてください。これはビール飲みたくなる、うん、そう、今水じゃなくて確かにね、なかったなっていう。これさ、ちょっとこう冷えて冷めちゃってるんですけど、それでも美味しいってことは、熱々やったらもう美味しい。うん、あとからね、エビの風味くる、うん、ですよね、本当に美味しい。これでも小麦とかほら原価上がってるから今大変でしょ。そうですね、もうでも本当にそういったのも、うん、考えてもとにかく質にこだわって作ってるので、だからこ
そ自信持って。なるほど。本当に食べていただいた時のその感動が、うん、やはり皆さんこうリピートしてくださってる。なるほど。だからリピート率は高いんですね。そうです、ね。美味しいからね。はい、これ彼氏が運営してるでしょ。あ、はい。なんですって皆さん。ちゃっかりいいですね。ね、いいですね。なんかね、いやいや、だからその彼氏の商品とかをね、ちゃんとこう紹介番組でするっていうのはもう。先がね、見えてるってことですから。まあ、そうですね。そうですよね。だってもう分かるかもしれないですよね。商品ない、紹介しないってことですから。いいですね、なんかね。ですか。どうやって出会ったんですか。それはでもまあ、この後ちょっとトークショーもありますから。ね、そっちで聞きたいですよね。はい、僕はもうほら、カルベゆうきがね、はい、いろんなとこで遊んでるって噂は聞きましたから。え、よくないよ。よくないですか。よくないよくない。本当ですか。いろんなのが飛び込んできますけど。え、うちの番組出てるのを見ててみんな、ラジオの方から何かちょっとみんな誰かが見て、え、カルベさん、こそっと教えません、そんな、教えません、そんな、カルベさん出てるんですねみたいな、そうなんですね、はい、何年か前に飲んだことありますとか、何年か前に付き合ったことありますとか、いや知らないですよ、ほんまかどうか知らないですよ、どうなんか知らないですよ、なんかあったんだと。ピーってなるね、あるかもしれないですけど、何かあったかもしれないですけど、知らないですよ。怖い怖い怖い。今めっちゃ考えてますけど、誰だろうって。すごいね。まあでもそれぐらいこう行動力があるってことですから、呼ばれたところにちゃんと行くってすごい僕大事だと思います、うん、もう最近もこうなるともう行かないですよ、呼ばれても連続探し。そうなんですか。いや行かない、本当に行かなくなりました。もうご飯とかも、まあある程度、こんなん言ったらあれですけど、ある程度仲良くてとか、やったらまあ行こうかなと思いますけど、ちょっともう透明のなんたらこう会みたいなやつは、ちょっと有名な人が開催してるなんたら誕生日会とかはもう行かなくなりましたね。なんかもうコロナもあったしね、なんか気力がなくなりましたね。偉くですね、いろんなとこ行って顔出して。ね、いろんな人とね、つながって。いや、いいと思います。はい、いや、でも美味しいです、これ。はい、で、これは、あの、うちのスポーツグラデーションの、ツイッターアカウントでも、あの、EC サイトとか飛べるように、インスタとか飛べるようにしておきますんで、購入できる。はい。10個単位？一番少なくて、20個、焼き餃子は20個で、エビニラは10個か。10個で、はい、焼き餃子は20個でいくらなんですか。で、2500円、送料別です。あ、2500円、500円で20個、はい、はい、いくら1個だ、1個あたり120、そうですね。へえ、ということなんで、それだけね、まあ、餃子嫌いな人いませんから、はい、うんうんうん、これどっかをこう、まあ、なんていうんですかね、主軸っていうか、こう目指して作ったんですか。ここを軸にして作ったとかあるじゃないですか、このお店を手本にしたとか。まあ、ただその職人が、あの、もう本当某大手なんちゃらホテルの中華で35年と、あの言えないんですね。はい、言えないんです。だからでも美味しいの美味しいですから、はい、なんで急に彼氏はさ餃子を作るの。その彼のお父さんが職人なんです。ああそうなの、はい、あそういうことやね。急に思い立って餃子作ろうかなってならないってことね。ではなくて、はい、彼のお父さんがそういう経歴を持っていて。で、彼のお父さんもうまくもっと出したらいいんじゃないの。違うの。そうですね。ただまあちょっと今の段階は顔なし NG っていう感じで。それぐらい有名なんや。はい、ちょっとなかなか今はまだちょっと公表できないので、うん、はい、もうちょっと経ったら、もしかしたら出るかもしれない、はい、だからもう味はもうね、自信を出す、ね、自信があります、ね、ありますからね、はい、そのお父さんが顔出し NG なぐらい有名っていうことですから、はい、あーこれ美味しい、本当美味しいですこれ、うん、ぜひ皆さん、え、焼くだけでしょ。焼くだけです。別にそんななんか技術いらないでしょ。いらないです、いらないです。ね、あの届いたらその焼き方の紙とかも一緒に入ってる、レシピもとかあるからね、はい、その通りやってもらえれば、はい、はい、ぜひ皆さん餃子パーティーとかね、うん、餃子パーティーやりたいですね。やりたいです。ね、好きですか。うん、好きですよね、はい、そういうのね。餃子大好きです。餃子が好きなのか男が好きなのかちょっと分かんないですけど。ね、なんでそのパーティーだとなんか、はい、男性がいるみたいな感じになっちゃうんですか。え、なんか男性いないと女子会とか行かないでしょ。行きます。行かない行かない行かない。だって大体一言で男いるの。それこそここは女子会メンツなんで。はい、あ、そうなんですか。はい、女子会メンツでということなんで、ぜひ皆さん、あの今度あの餃子パーティーをなんか撮ろうよね。女子会やってる雰囲気を、うん、もうガチャガチャいいか、恋愛論とかを
なんかカメラは回してるけど自由に喋るみたいな、フリートークみたいな、そこに餃子があったりとかっていうの、いいです、お酒も入れとくんで、あ、ね、じゃあいい、お願いします、お金の方は、いや、そこは出しますよ、それは別に出しますけど、やった、いや、お酒ぐらい出しますけど、はい、ということでぜひ皆さん、これ食べてみてください、本当に美味しいんで、うん、天心坊、うん、スイカ、スイカ、はい、どういう字なの、スイは、まあ、あの王変、そうです、はい、に香るですね、あ、香るなんや、はい、なるほど、はい、あ、お前お前こう見たら分かる、逆から見たら分からんかった、あ、はい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 、いいじゃないですか、よろしくお願いします、はい、ぜひ皆さんこちら、あの、今度ラジオとかでもね、ちょっとね、告知しようと思ってるんで、はい、見てみてください、ではまた次回の動画でお会いしましょう、さよなら、ありがとう。